しおめでとう。一応おめでとう。ありがとう。皆さん、昨日の今日でお疲れ様でした。ありがとう。改めて。体調大丈夫です。そう。普通にね、寝たら大丈夫です。でした。寝たらね、回復しましたね。福清さん、お疲れ、ありがとう。吉田さん、くす玉、ありがとう。いやーい。1位おめでとうございます。おめでとうございます。みんなで掴んだ1位。ありがとう。こんばんは。イエーイ。こんばんは。おめでとうだね。ちょっと昨日終わって終わってあんまり時間がねまだ経ってないんであれなんですけどね、えちょっとよかった。うん、なんかでも今までのその弁当の中でやっぱ あんまその順位とかポイントを気にしすぎずに過ごせたかなと思います。今までの中ではね、みんなのおかげでポイント数とかが余裕があったので、みんなの星投げカウントだったりたくさんのギフトだったりで、そう今までっていうかイベントとかであんまりね、やっぱその順位がね変動したりするのですごい、そう、もうそういうのもあまりなく1日目からずっと1位でキープできたので、みんなのおかげでね、はい、そう楽しかったです。ありがとう。楽しく過ごしてたらよかった。まあ本当に楽しいっていうか、まあ朝から夜まで疲れたと思うんですけど、星投げとかアカウントしてくださる方とかがやっぱ増えてるのがやっぱありがたいですね。嬉しいなって、こう、うん、実感した。コアちゃんも愛知の配信は生活してたし、あ、見た。ね、かわいいってか、もう本当にありがとうとしか言いようがない。本当ありがとうだよね。ちょっとね、かわいすぎる。ありがとうっていう、もうありがとう。スタート出してから圧巻の人気だからすごかったね。いやそうね、本当に、いや、まあ、でも次の決勝は12月なんですけど、まあ、11月の最後ら辺から12月なんですけど、かなり激戦になりそうなんで、そこに向けてまたちょっと頑張れたらなと思ってます。ペンギンさん、ありがとう。決勝とかはもう本当、ね、スケジュールとかまだ分かんないんですけど、ちょっと、ね、もっともう一段階ギアを上げて頑張りたいなという気持ちでもありますね。ちょっとそわそわっていうか、今からまだちょっと結構時間あるので、そわそわっていう、一日一個までは公認ギフト控えめですが、そうですね、
個数制限やばい。タカッピさんありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっとまあギフト制限は設けたい。ギフト制限設けたいですね。ちょっとイベントでまあみんなその発散してもらえたら。ギフト制限する人いないと思うんだけど、あんまり。そう、自分のルームでね、ちょっとまあまあまあ控えてますからね。ミラボ制限というよりがまあギフト制限ですね。くじここちゃん10位におるねー。ねえ、ふじここなんて呼ばれたいんだろう。ココハちゃんってさ、ココハっているじゃん、3人ぐらいいるじゃん。藤子なんて呼ばれたいんだろうね。ココハがいいですとかもあるじゃん。でも名前がいいです、ココハちゃん。でもやばいね、ちょっと10位壇上いるの強っ。 TO ギフトセントレインボーもたまらないので、まあそうなんだよね。そっか、そういえばそうでした。私のお祝いの時とか1200日とか、お祝い系だったらいいんじゃないかな。2周してきました。あー、2周。星投げってでもすごいさ、かなり力になりますよね、そう考えたら。しばらく自粛しますみんな守ってくれてちょっとありがたいね。エノパーね、エノパーは近々開催しないとな。語るのはちょっといいでしょ、語らせてもらえないと。定期的に語らせていただきたい、それは。レインボースター貯めときます。そうね、レインボースターをちょっと貯めていただいて、まあ、ギフト投げないとついてこないんだっけ。そうね、星投げカウントの力すごいですよね、本当に。一人でも多くの、あとなんかその今回イベントとかでそのイベントのポイント数みたいなまとめてくれてる人がねいたんですよ。そういうのをさ、結果みたいな一日ごとこう見てたら、結構やっぱなんか100位までの人のポイント数とかって結構大事なんですよ、割と。そう、100位までの方のポイント数っていうのが意外とそのイベントの時はなんか、まあ最後の最終日になっちゃったらもう分かんないんですけど、その最終日までの順位とかに関係してくるのって、やっぱその100位までの方のポイント数がだいぶ影響してくる。100人称がね大事なんですよね。そこが今回はやっぱすごい、100人までの人がやっぱちゃんと星投げカウントしてくださって、
ってたくさん星投げカウントしてくださる方がいたっていうのがそう分かりまして、本当にありがたかったですね。亀さんありがとう、仕事戻ります、バイバイ、頑張ってお仕事。なんかそのこのさ最高バッジみたい なんか結構いるすごい。そうポイント数低いまでのポイント数とか多分今までより多分ね結構多かったと。でもまあ本当に協力、私推しじゃなくても協力してくださってた方がいたと思うので、そういう方々にも感謝ですね。伊沢さんありがとう。いやどうなるかね。まあでも本当に、いやでも今回はね私もまあでもちょっと忙しかったっていうのもあるはあるんですけど、また次の決勝ではまあ他にもまあいろいろと決勝らしいらしいね、期間できたらいいなと思います。なのでちょっとあの寝坊とかしないでもらえたみんなあの寝坊厳禁です。決勝がどんなメンツになるのやら、まあそれもそうですね。特攻隊、なんて言うんだろうあれって、特攻隊とその後え、なんか最後らへんに最後らへんにあれ、え、特攻隊って最初でしょ、最後ら辺はなんていうの、逆は何なんだ、百人称2名百人称だな、まあちょっと千人称を目指したいとこでは百人称です。まだユミ隊突撃部隊可愛い美人、どっちが嬉しい、どっちも嬉しいですね。あ、81だ、イエーイ。突撃隊、81、突撃隊、連動、あ、連動じゃない錬金地獄終わったショールーム全然役に立ってなくてごめんね、全然嬉しい。みんな忙しかったりねしてたと思うから、まあまた決勝がねあるからその時にまた来れたら。予選はちょっとあんまりあの協力できなかったなっていう方も決勝でまた一緒にこう協力してもらえたら嬉しいし、うん、髪結んでる、好き、髪結んでる、今日はちょっと髪結んでる。
髪の毛をもうね、その切るんだけど絶対に切るんだけども、あーでも、あー福岡のおしゃべり会までは長いね多分、きっと、うん、きっと長いので、はい、そういうことです。そう、切らないと早く切らないと向かわりなんだけど、行ける日がちょっとあれでっていうのもあるし、まあおしゃべり会の時は長い方が結んだりできる、アレンジできる、あの三つ編みだったり二つ結びだったりこう結んだりとか、なんか部がまあ結構あるから、ありがたいことに4分あるから、その変えたりしたいっていうのもあるので、ちょっと伸ばしてっていうか、まあ切りに行かないでいいかなってちょっと思ってます。はい、一旦ね、で終わって、ね、おしゃべり会あの横浜と福岡終わってからはすぐ切りに行きます。その次の人がもう切りに行こうと思ってます。そうなんだね、土日台風があるんだけど、まあでも今んとこ開催するって、うん、当選確定日でした。あ、そうなの？もう髪の毛切ろ、本当にさ、もうなめっちゃ伸ばして結構頑張ったんだけどね、ダメですね。いやーなんかもう切りたくなっちゃうよ、やっぱダメだね私は。でも短い方がいいよね多分。いやもうでも長い方が好きっていう人もいると思うし、もう分かんない短い方がまあちょっと、うん、いいのかな。ゆる台風やめてほしい。色白だけどどんなケアしてるの？色白、まあこれちょっと配信なので白く見えてるっていうのはあります。ケアっていうのは別にあんまりしてないけど、日焼けをしないように日傘とか日焼け止め塗ってます。切っても好き。模範解答いただきました。切りたくなっちゃうの分かる。いや切りたくなっちゃうのよね本当に。そうなのよ。そうですね、まあ、皆さんちょっと早めのご移動をされた方がいいかもしれない。夜当選してた、昼当選してたっていう方もいる。おお。なんかでも今回のまあちょっと本当に幕張その内容は言えないんですけど、言えないんですけども、なんかちょっと、うん、なんて言うんだろう、ちょっと嬉しくなりましたね。嬉しくなったっていうか、やっぱり今までとはなんて言うんだろう、今までとはちょっと違うところでこう踊れたりっていう、な山台とか、今まで山台とかが
ずっと山台みたいな感じだったので今回はみんなから見て、まあ、少しは、まあ、会場が広いのであれなんですけど、少しはこう見つけやすい場所で踊れることも、まあ、今までよりは増えてるんじゃないかなと思うので、見ててほしいですね。アリーナ形式ってやつ、アリーナ、初かな私、初かもね。幕張メッセ、アリーナ、アリーナ、あのサッシーさんの感謝祭ってどこだったか、こう山台の、あ山台じゃない、舞台下とかこう通ったりとかはしたことある。逆に山台にいてくれないと見えないまあまあ確かに、それはまあ確かにそうなんですけど、髪の毛短いので見つけてほしいです。配信で見るね。そうだから配信がねあったらいいんだけど、まあ、配信があったら、そう配信さ、なんて言うんだろう、その歌割りとかなかったわけですから、今までのライブとかは、そういう楽曲、自分の折り面の楽曲はある、もちろんあるし、ユニット曲だったらあるけど、そうじゃなく全体で踊る時の歌割りとかって今までなかったりしてるのでね、そういう変化というか、今までとはちょっと違った姿をお届けしたいという、見てもらえたらいいなって思います。サシさんのアリーナ、そうだよね、いやーまあ頑張ろう本当にね、もう次はもう幕張に向けてなので、ちょっと本当に練習頑張んなきゃなっていう感じです。あー緊張してきた、もう早い、想像力を豊かにって言われてるんですよ。なんていうの、このアリーナでやってる練習の時からリハの時から想像力を高めて、想像して練習しないと意味ないみたいな言われるんですよ。緊張感を持ってその広い会場で踊ってる自分を想像して練習しないと、あの本番なんかやっぱ力発揮できないってね言われるんですよ。いや確かにと思って、やっぱその常日頃からこう想像してこうやらなきゃなと思うんですよ。想像するとすごい緊張しちゃって、もうそうすごい緊張してきちゃうっていういいのか悪いのかっていうのはあるんですけど、大きな舞台に立つこと、そう意識しなきゃいけないっていう、そうでもまあ緊張に何度もこう緊張感を持って常日頃からやってたら、なんか本番はなんかこう堂々ってきそうな気もするので、まあちょっと大事なのかなとも思いつつ頑張んなきゃなって思いますね。プレッシャーにはなってないけど、プレッシャーっていうよりかなんだろうな、プレッシャーというよりなんか楽しみな気持ちもありつつ、なんかそうね、緊張感がやっぱ、でも緊張感大事かなと思いつつね、難しいですね。
難しいです。いや、なんかでもちょっと追い込んでいこうと思います。自分のことを追い込んでいかないとダメですね。甘く見てはならない。厳しく幕張りまでちょっと行かないとダメですね。やっぱ頑張ろう。いや本当にパフォーマンスで見せていけるようにねしたいということです。ペンライトを使える日が迎えね。ああ、そうね。ぜひぜひ振ってくだされ。サンダー結局デビューさせないこの夏。なんかベランダとかで使ってもらえたら。なんかさ、ベランダとかで使ってもらえたらまあなかなか使う機会ないよね。いや、こっからもうね、ほんと年末に向けて猛スピードで行きますと、多分分からんけど、年末に向けてはちょっと言い過ぎ、早すぎかもしれないんですけど、周年に向けてどんどん、もうあっという間だよね、こっから9月から。なんかだいぶあっという間にいつも感じるけど、今年はでもやること多くてよりあっという間なんじゃないかと思われる。そう、まあ10月もさ幕張あって、12月に入ったら、あ、じゃあ10月幕張、11月もう周年とか、他のサンパレスとか市民会館とかにライブもあるでしょ。だから忙しいじゃん、多分11月。あ、そう、漫画アクションさんも発売されるし、嬉しいこともあるしね。で11月の最後からは、まあ、またイベント始まるでしょ。ショールームイベント始まって12月になって、でもうクリスマス。で、お年越しですよ。もうあっという間だ。もうあっという間だね。そう、秋の空気になったら、そう、あっという間なのよ。年末に向けてバタバタしそう。うん。伊沢さん、ありがとう。バタバタしそうだね、これまた。ちょっとやることが。立て込みそうな気もしてますけども。こんばんは。そうですね、まあやることあるっていうのすごいありがたいことです。そう、なんとか乗り切りたい。今年も最後までね、ちょっと頑張りますね。ほんと頑張りたいですね。2022、もう2023になっちゃうんだ。いやー、コロナ4年目突入し、4年目突入しちゃうのか、怖いね、本当に。1年あっという間ですよ。まあちょっと本当あっという間だと思うんだけど、大
切にね、一日一日大切に、本当に一緒にまた年越しをね迎えたいし、みんなとね。でもまあ楽しみだね、そう考えたら楽しみですよ。いっぱいあるんだから、やることが。そう、何にもできなかったね、あのコロナの初期の頃、最初の頃比べたら本当喜ばしいことで幸せですね。でもその忙しさをこうちゃんとさ、なんていうの、しっかり悔いなくこう乗り越えて いけるかが問題なんで、そのちゃんと一つ一つねしっかり乗り切っていきたいな。メガネ生女子、あ、新しいやつね。でもハロウィンのやつも今日なんか写真載せようかな。そっちもまだ26日とかまでしてるので、発売そうチェックしてもらえたらね。秋から年末に向けて忙しいです。そっかそっか、ちょっと日頃の行いをよくねして、ちょっとまあその善を積むというのかな、積んでまあ当てましょう。充実した9月でしたか。はい、まだ終わってないので、そのおしゃべり会もあるしね、とか最後までしっかりね充実するんじゃないかなっていう。24、25、あ、トットオトチャンネル更新されてる。やばい、おもろいサムネイルになってる。トットオトチャンネル見てね。パワプロ第2弾、いや見てほしい。いやだいぶすごい回になってると思いますよ。ちょっと後で引用リツイートしよう。こんばんは、パワプロ第2弾、ゲームチャンネル、え今日だよね。うん、2のつく日は、あ、2のつく日にあれなんだ。後半戦ですね、パワープロ見てください。私の配信が終わってから見てもらえたら。うーん、と今日ははるか村の、はるか村の開村記念日、4周年、4年記念日、はるか村私ツイートしたんですけど、ね、そうそうツイートもさせていただいたんですけど、めでたい、はるるんおめでとう。ハルルンの
はるか村の 4年目、4年、4周年。すごい。記念日というものは私ちょっと存在してないいつからなんだろうね、私わかんないんだけど、愛知村っていうのはもう初期のさ、そのメールのとこから、メールから私愛知村ってもうつけちゃってたから、いつからなのかがわかんないんですけど、いや本当にまたちょっと早くねコラボしたいなってちょっと思ってるんだけど、ドラマ CM みたい。ハルルンね、 NGT さんのセンター様ですからもうすごいよね、私も頑張らないと思わせてもらうよ、もらってます。本当、いや本当さ、ほんわかしててさ、面白い、笑顔が可愛くてすごい惹かれる部分がたくさんありますので、いやよかったよ本当。今年あの神奈川のライブでこう交流できてなかったら、そうなかったと思うので、よかった。うん、足コラボまだしてないね、してない。私そもそもコラボ配信あんましないかも。してないけど、まあできたらいいね。特産品はちょっとね、海軍カレー何かとご縁大事ですね。うん、大事だね、ご縁は。本当にご縁を大切にですね。神奈川名物って難しい、むずいよむずいのよ、むずいのよね。まあでも本当によかった、本当交流できてね。なんかそれからこう知ってもらえたりも、 NGT さんのファンの方にもなんかまあ知ってもらえたり、記事にしていただいたしさ、ありがたいことですね。ミラボグッズできんかなミラボグッズってなんだ。ファンの方でミラボを作ってた人いたよ、オンラインしゃべり会こう飾ってくれてた。あのじゃあボードか、お見送りの時とかもボードをこうやって持ってきてたんだけど、光るのよミラボが。手作りだと思うんだけど、作ってる人いたから自作で自作しちゃってんのよミラボ。好きすぎ、好きすぎだよマジで。すごいのよミラボ、好きすぎだよ。うん。MC 中に光らせてほしい。やめてほしいな。うん。たまったもんじゃない。もう謝
喋れなくなる。東京へって水道橋で宴会してます。うん、居場所言わんくていいよ居場所を言わんくていいのよみんな今じゃあ水道橋行ったらおごってもらえるよし自ら特定されに行ってる。マジレギュラーモデルおめでとう。ああちょっと気まずい。レギュラーモデルではないんですけど、2月発売のビスさんの雑誌に載ります。はい水面のスティックライト、いやなんかミラモのそのなんていうの、なんかねミラモがこうくっついてんのよ。半分に切った多分ミラモがボードにくっついてて光ってた。どうやって作ったんだろう気になる。ちょっと聞いてみよう。おしゃべり会とかで会った時はちょっと聞いてみよう。24、自身は光らないはずだけど、あそうなの、あそっか、あミラーボールってこうやって回転する光ってるように見えるよね。あれすごいな。いや今はちょっとねそうミラボにハマっちゃってんだよね。またいつか流行が愛知村の中の流行が変わるかもしれないけど今ミラボ時期だね。だってあのさゆりの時はさゆりゲームっていうイカゲームみたいに言うやんって感じだけどさゆりゲームみたいなのが始まっちゃってて、あれの時はさゆりにハマっちゃった。タコね、タコギフト、タコギフトにハマっちゃってた時はあったし、みんなわかんないよ本当。こんばんは、さゆりゲームデスゲームだよ本当ほぼビス姫の恋愛人から火がついた曲、そうだっけ、いつからだったの。うん、これ来年の生誕って行きます。え来ない来ないどうやってミラボープレゼント送りたいけど電化製品扱いかな、どういうこと。いやこれ、まあ、の模型とかにしてせめて、あガチのミラボやめて置くとこない、置くとこない。せいちゃんかわいい、ありがとう。闇のゲームですあれは、はい、闇ゲーです。電化製品かなってミラボ送ろうとしてくる人いないでしょ。ミラボ模型とかあんのかな、フィギュア、ミラボフィギュアとかあんのかな。あーなさそう。あでもストラップなら、ストラップならあった。いらん、いらんだろう、絶対にいらんだろうそれだとミラボン好きな人になっちゃうよ、やだ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 。フラスタにいらない、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 いらないですいらない、いらない、かわいいフラスタでいい、大丈夫大丈夫。ミラボのイヤリングならあった。もうやだ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 。
ラモは見たことありませんね。ないね。フラステイン可愛いので大丈夫です。いいです。花で見たやだ。そんなことできないでしょう。こんばんは。ミス順位確定のおめでとう。ありがとうございます。ありがとう。確定やめて。私は可愛いので可愛いのがいいから。もうやだよ。なんでってなる。MJ さん、あ、くす玉、ここもありがとうございます。頑張ったくす玉、ここもありがとう。なんか、あ、まあ、でもたくさんちょっと一旦この今週はちょっと忙しい。今週はまあ東京にいるんであれなんですけど、来週あたりに、また改めてお礼配信的な感じでね、時間設けられたらいいなと思ってる。のでちょっとお待ちを。一旦ね、なんやかんやでも今月もねちょっとだいぶ忙しいのよね。ほんとありがたい。ミラーボールのネックレス見つけた。いいいい、つけないでしょ。ミラボーネックレス高っ。あ、そうなの、高いの。550円って書いてあるけど、550円ミラフォーネックレス見つけた。やばい。13,900円。高い。それはどっかのブランドのやつじゃないの。こんばんは。のミラーボールいらないでしょ。550円とかガチミラボやん。確かにギフトやん。もうミラーボール、あ、光るミラーボールピアス、なんそれ。もうやだ。それをつけたらもう好きじゃん。さすがに。今日って木曜日か。木曜日か。ミラボー T シャツ、何それ、そんなのある。ミラボネックレスのレビュー評価高くて。
ラチナが3万であった。怖っ怖っ怖すぎ。ガチモンですね、恐ろしい、もはや恐ろしいプラチナミラボ、プラチナミラボ、ユニクロ製品であるわ。すごい、ユニクロさんどうしたんどうしたんだ。今日は何分から始めたかな、私40分くらいまで配信、しようかな。でも今日はたくさん寝ましたよ。うん、久々になんかしっかり寝たかな。まあみんな寝れました？なんかもう最近はそのでもさ、1週間そのイベントあるとさ、時間が怖いじゃん、ほんと何時から時間過ぎないようにとかさ行動して、みんなも捨てほしい、星集めとかも結構やんないと、ちゃんとね時間通りやんないといけない買ったりしてたと思うので、もうほんと時間にさとらわれながら生きた一週間になるじゃん、やっぱイベント中ってね。だからちょっと久々にこう時間を気にしないで過ごせたかな。猫さん疲れありがとう。頭痛い、大丈夫？早く寝な、戦だったからね。うん、あね、ちなみにキングダムはもうね1週間、1週間じゃない、最新話まで、最新話まで追いつきました。キングダムシーズン4、4期のね。でもさ、今原作の方ってもうめっちゃ進んでんだよ、多分アニメより進んじゃってるのかな、もしかして。いや早いよね、私しっかり追いつきました。15人帰宅していました強、寝すぎて寝坊しかけた、えらい起きたの。原作でどこか分からん、あそういうこと、あもうそれぐらい進んじゃってるってことか。そうだよね、ちょもう原作行こうかな。原作行くしかないか、もう先が気になっちゃって仕方ないので原作行くしかないね。漫画買うの？電子版で買おうかな。何もうさ、でも最初から原作読むのはちょっとあれなので、もう途中から続きから原作に行こうかなって。今そのあれあれどこまで行ったかっていうのを
は、関与がまあ狙われたけど、大丈夫。呂不韋が、呂不韋と、あ、そう、呂不韋と姓がなんか話し合いみたいになって、そう、その後ですね。そう、まあ、本当にマジでさ、姓のキラキラ感が、さすがだね。明日お昼公演見に行けるんがかも。お、私は明日は公演ないけど、次が26かな、制服の目かな。40巻くらいですね、今アニメは、うん、そうそうそう、66巻。あー、でも結構進んでるね。いや、見たいな。シーズン4終わりそうだし。そうだよね、終わりだよね、もう終わりそう。原作ちょっと見たい。もうストーリー気になっちゃうのでね、もう原作に行こうかなと思ってます。あとはでも、もう、あ、秋アニメが、あのキングダムじゃない、あのチェーンソーマン、チェーンソーマンがちょっとなんかすごすぎるという話題なので、絶対見ようと思ってる。呂不韋が太鼓やりに行くとこかっこよくなかった。あー、うん、もう太鼓が本当に嫌いです。私は太鼓、太鼓さんは本当に嫌だ、本当に嫌だ、もう本当に嫌だ、太鼓様が。スパイファミリーもあるし、そうね、チェーンソーマンちょっとグローいと思うんだけど、かなり激アツだね、あれは。エンディングが毎回違う、毎回違うんだけど、毎週違う。すごい、やばい。そんな、そんな豪華なことあるってぐらいなアーティストさん方々だったよね。秋はゆっくりしたい。あ、そうなの。夏アニメは全然見てなかったかも、逆に。彼女をお借りしました。カノカリとキングダムしか見てない。チェーンソーマン見た方がいいよね、多分。原作で続き